13世紀のカルミナブラーナに記録されたタブラに教ずる人の中世の差し絵480年に東ローマ帝国皇帝ゼノンが教じたタブラの記録。530年頃に記されたアガティアスの少子によるとサイコロの目に5、6はゼノンにとって不運なものでピースが8箇所に分断してしまった。タブラは帝政ローマ時代に考案されたボードゲームの一つで一般に バックギャモンの直接の祖先と考えられている。タブラに関する最初期の記述は、ミリネのアガティアスが記した、ビサンティン皇帝ゼノンが登場する章子に見られる。サイコロの目によって優位に立ったり窮地に陥ったりするゲームに興じたという。タブラのルールは、この章子をもとに、ルイベックドイコールフキエールにより19世紀に再現された。 タブラはルズスドデキムスクリプトルムが洗練され、3列の内中央の列がなくなり、外側の2列が残ったものと考えられている。ゲームは現代のバックギャモンのボードとほぼ同じボード上で行う。2人のプレイヤーは各々15個のピースを持ち、3つのサイコロの目に従い、ピースをボード沿いに反対側へ進める。ボード上に単独で、 止まったピースを攻撃できるルールが採用された。ありがとうございます。